では注目投手の石森投手をインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。最速152キロという左ピッチャーで投げるということで、はい、非常にこう注目のピッチャーかなと思ってお話があるんですけれども、持ち味はやっぱり速球ですか？そうですね、去年まではちょっと結構まっすぐを主体にピッチングする場面が、それでまっすぐで三振を取りに行ったりだとかっていうのが多かったんですけど、今年いろいろ変化球にちょっと着目して、自分がもともとスライダー系が得意だったので、スライダーで三振を取れるピッチャーになっていければな、速球を生かした変化球の投球もやっていこうかなっていうふうに今年は思っています。もちろん新しいチームなんで、すごい楽しみ、ワクワクっていうのもあるんですけど、やっぱりこの先何があるか、何が起きるか、こういうご時世の中でやっぱり何が起きるかわからないので、やっぱり常に目の前の一試合一試合を大事にやっていきたいなっていうふうに思います。1月の中盤ぐらいからはもうずっと自主トレの方はやってたので、ここに来てからの感触は結構いいです。まっすぐのスピードだったり、変化球のキレだったり、コントロールだったりっていうのも、去年のいい状態の一歩手前ぐらいまでは来てるかなっていうふうに自分で思ってます。そうですね、去年のチームでは先発をやらせてもらってたんですけど、今年は多分中継ぎというふうに中でエースを取れるように、中継ぎでチームを盛り上げられるようなピッチャーになっていければなって思ってます。そうですね、やっぱり中を任されるってことはやっぱり結構少ない点差だったりとか、チームに勢いをつけるだとかっていう風な結果が求められてくるので、やっぱりそういうところは先発とは違うんで、そういう役割をしっかり分かった上で自分の投球をしていこうと。いろいろ自分でどこで野球をしようかなっていうのは去年のうちから考えてはいたんですけど、野球を続ける上でやっぱりプロは目指したいところなので、自分的には言葉は悪いかもしれないですけど、どこで野球をしても結局目指す場所は同じなんで、それなら九州はあったかいんで、やっぱりあったかいところで野球できればいいかなっていうふうに思いました。まずはチームとしてしっかり、チームの一員としてしっかり自分のピッチングというのを心がけるということと、やっぱり自分の目標である NPB 入りを目指して今年1年やりきっていこうかなと思います。ありがとうございました。